はい、どうも、イクミーズでーす。今夜のゲストはですね、シンガーソングライター、ミーツさんでーす。はい、ミーツです。どうも。よろしくお願いします。お願いします。じゃあ、自己紹介の方をお願いします。はい。八王子が生んだ最低のロマンチスト。最低。はい、ミーツと言います。よろしくお願いします。いつもありがとうございます。はい、こちらこそ。はい。八王子出身。そうですね、はい、八王子で、もうでもこっちに住むようになっても長いですけど、だからこのイーストコートに出て、もう5年目ぐらいになるのかな。あ、もうそんな経ちます。そんななりますね。あ、うん、でそれまでもう本当に音楽もちょっとやめちゃってて、うん、音楽をもう一回やりたいなと思って、こう再開した時に、あ、なんでこの近くにライブハウスあるじゃんって思って。そうなんですよね。そうそう、実はあの近くに、あのクライミングのお店やられてたんですよ ね、 すね、はい、当時は。はい、本当近所で。そうですね。そう、このねオンラインのこの体制になってからも結構早い段階、もう俺ボリューム3とかに出してもらってるんですよね。あ、そうでしたか。だから結構早い段階、本当序盤の時から。土日がどうしても今あれですもんね、はい、お仕事の関係で。そうですね、ライブできないことが多いんですけど、逆に今平日、今日もね平日なんですけど、ね、こうやって起きてもらって収録だけしてもらうスタイルなんで、やっぱそのライブ月1ぐらいが結構自分の中では、もう ギリあ、ギリなんですね。あ、やれるギリ。なんかこういろいろ整わないとダメで。あ、そうです。まあ、体もそうですけどメンタルも、うん、やっぱ整わないと、なんかね歌えないんですよ。あ、なるほど。じゃあ月1がいいペースっていうか、今は、ね、もっと上げていきたいですけど。なるほど。本当はね、なんでしょうね、音楽すごい好きで、結局またやりたいって思ったのは、楽しいからやりたいわけなんですけど、はい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 、それを求めているのに、結構歌うとこうすり減っていく自分がいて。あ、なるほどね、そうかそうか、すみません、頑張ります。もっと上げていきます。期待してます、はい。であれですか、今バンドの方も活動してるということで、はい、フィストというバンドやってます、はい、フィスト。もう結構フィストも始まって3年ぐらい経つんですけど、ライブができるぐらいの段階まで来たなっていう時にコロナになっちゃって、ああなるほど、ね、まともに練習もできなかったりとかしたんで、でもそろそろね曲も揃ってきて、いい感じに仕上がってきました。じゃあそろそろあれですか、めちゃくちゃかっこいいんで。お、これ楽しみですね、いろんなことを、やりたいんですよ、結局その可能性、自分たちの可能性を殺したくなくて。なるほど。この曲ラップの方がいいんじゃないのって言ったら、じゃあやってみるよってなるかもしれない。ラップにチャレンジして、とか、あ、そかそか、もしかしたら EDM を入れようとか。あ、いいですよね。打ち込みを入れようとかなったりとか、自分の中にあるものをメンバーで、クリエイティブなところをこうしっかりこう、ね、育てていって、やれるんだったら、もうどんどん表現していって、なるほど、それが結局結果、自分たちのスタイルになればと思ってるんで、チャレンジするってすごく面白いけど大変じゃないですか。そうですね、特にメンバーさんが増えてくると、やっぱね、それぞれのこう、思いがあってどこに向かっていくのって難しいですけど。そうですね。でもじゃあチャレンジしてみようぜってやってくれるメンバーって嬉しいですよね。そうですね、いや本当 EDM とか、そう自分も最近すごい好きで、ね、言ってましたね、EDM 昔全然いいと思わなかったです。俺ももう全然聞いてないです。そうなんです。ああいう人たちでも、バンド上がりの人たちがいて、ああそっかそっか、そうソウルがバンドで入ってって、ね、なんかこう、曲編成がちょっとロックっぽい。そうですよね。あの Z とか。あ、 Z とかね、すごい自分は聞きやすいなと思ったら、あ、この人バンド上がりで、チェーンスモーカーズとかもいい、実際ライブとかはバンド編成だったりとか。あ、そうなんですね。そうそうそう、いいとか、なんかね、ずっとロックばっかり聞いてきて、でハードロック、ヘビーメタルとか、でいきなり EDM ってこうなんかこうギンギンの、ギンギンのね電子音で来た時にうわーって思ったんだけど、なんかこう新しい音ですごい新鮮に感じて、なんかやっぱ固定観念で、自分たちやっぱこう生演奏上がりっていうか、そう、ね、ハードロック上がりじゃないですか、だからなんか邪道じゃないかみたいな、打ち込みはみたいなの、ちょっとどっかにあって、でもその手法の一つですから。そうですね、多分自分が買ったと思うんですけどね。そう、だから楽しいですよ ね、なんでこれ聞かなかったんだろうっていう昔の自分に、ありますね。そう、もったいなかったなって、ね、これが一番好きだっていうのは別にあって、そうですよね、いいし、でも他のものを嫌う必要がない。そうなんですよ、そうなんですよね、こういう世界もあるんだからっていう。そうなんですよね、
なんかもったいないですよね、うん、食わず嫌いになっちゃってて、そうそう、うん、今だからあの CD 買わなくても、はいはい、サブスクで、あのやっぱその CD 買うまでは興味なかったものをちょっと聞けるじゃないですか、うん、そこすごいいいですよね。そう、今だからそういう情報が手に入れやすいので、本当ですよね、うん、はい、吸収して消化して、うん、こうアウトプットしていればいいなと思ったところに、うん、まあ、こっちの今バンドでそれ、なるほどね、やれたらいいな、そっちの自分が本当の俺今後はじゃあそのバンドメインな感じで、はいはいはい、やっていけたらいいなと思います。じゃあそっちもあの近々ハジライブの方に、はいはい、ぜひぜひぜひよろしくお願いします、はい、その時はよろしくお願いします、はい、あとあれですよね、あの、はい、あ、高橋くんってね、りょうじくんが、はい、あの作曲してた、はい、てかプロデューサーか、はい、してた子たちがいるんですけど、はい、 それでよくイーストコートでね、はい、PV とか MV を作らせてもらったんですけど、そこに実はちょっとね出てるっていう、出てますね、あの概要欄にまとめておくので、ね、あとはるかちゃん、はるかちゃん、そうですよね、うん、高杉さん、ね、そう、高杉さんのやつとか、高杉さんですか、再生数すごいんですよ、やっぱ、あ、そう、すごいですよ、ね、うん、あれはね、あの高橋くんのチャンネルで公開してるんですけど、うん、ね、そう、なんかあの韓国で、韓国でもバズってるんですかね、人気があるっていうから、うん、ちょうど、うん、はるかちゃんの、はい、2曲目の時だったかな、うん、いい時、あの頃が、うん、実はちょっと俺難聴のピークで、あ、そうなんですか、そう、ストレス性難聴、難聴であって、うん、左がすごいひどくて、そう、最初はね自分でも気がつかなかったんです、うん、あ、気がつかないんです、ね、そうそう、でもこうお店で流れてる曲とかに、うんうん、こう一緒にいた仲間なんか、はいはい、すげえ何かっこいいのかかってるの、うん、これやつ、え、聞こえない、俺全然聞こえない、何、なんかかかってるみたいに、それぐらいひどくて、あ、自分で気づいてなくて、あ、道理で音取れないわけ、なるほどなるほど、そう、でもだいぶ、じゃあ今はそうですね、うん、だいぶいいですね、なるほどね、うん、じゃあそんなエピソードがあったんですね、あのぐらいには、そう、そうなんです、なんかね、その PV もすごいかっこよく仕上がってるので、そう、また見てほしいんですけど、曲もやっぱかっこいいし、かっこいいですよね、すごいロックだし、そう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 、うん、でその時、うん、その頃から、ね、うちのドラマーがね、そう、修二さん、そう、実はあのね、PV にも出てもらってるんです、結構出てますね、あ、で、ギターマシュゴンさんでした、そう、マシュゴンがね、そう、マシュゴンさん見てます、ね、最近出てこないからね、またちょっと、そう、残念だな、なんとかね、うん、見たいです ね、ジャンプが、そうそうそう、もうあの一生歌いたいし、はい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 、うん、そう、だからいつかね、こう、うん、歌を歌ってすり減ってる自分が、うん、ね、うん、その逆で歌えば歌うほど満たされる人間になりたいので、うんうん、なるほど、うん、かっこいいっすね、うん、かっこいいのかな、かっこいいですよ、でもね、だってミック・ジャガーとかすごいでしょ、確かにね、あれだけステージでね、やっぱ動いて、うん、生涯ね、やり続けるんですよね、うん、もうだから自分で楽しんでなきゃ無理ですよね、うんうん、そうそうですね、やっぱりね、うん、何より演者自体が楽しんでるっていうのが一番大事かなと思うんで、本当ついてきますし、見たい人もそれを見たいなと思うし、うん、そうですよね、うん、自分の人生を振り返ってみたいで、そう、あの ね曲がね、だから音楽って面白いです、そう、うんうん、あの自分が好きだったアーティストとか、ね、うん、じゃあ本当10代に聴いてたアーティストとかも、うん、やっぱり聴いて懐かしいじゃなくて、うん、今も生きてるし今も聴くし、うんうんうん、でも今聴いてもその15歳16歳の時の感情って思い出せる、うんうんうん、そうですよね、音楽ってそういうのありますよね、そうそうそう、その時のね、うん、感情とか匂いとか空気とか思いとかって、うん、蘇るというか、うんうんうん、でそれが活力になったりありますね、すごい、だから同じ曲でも人それぞれの人生によってやっぱ違うじゃないですか、うん、感情、そうそうそう、思い出す景色とか、そうですよね、うん、そういう力がやっぱ音楽あるんで、うん、やっぱすごいなって、ね、うん、そう思いますよね、そう、今日じゃあ最後に、はい、渾身の一曲を披露してもらうんですけど、はいはい、渾身の一曲、はい、何にしようかと思って、はいはい、結局全部渾身の一曲が、はいはい、あるんでどの曲でもね、そうですね、はいはい、他の人たちってどうなんだろう、うん、曲書いてるソングライターの人たちって、うん、やっぱり究極の一曲を求めていると思うんですよ、やっぱりみんな、あ、自分史上、そうそう、あ、うん、もうなんかこれをか、ね、この曲を書くために生まれてきたぐらいの、でも今回の曲はね、そう、できた時にやべえ来ちゃって、来ました、究極の曲来ちゃったんじゃないの、思考の、もう、そう、あ、もう明日死んでももう悔いはないなと思ったんだけど、でも、うん、あ、だ、まあ、誰にも聞いてもらってないと思って、そう、聞いてもらって成就しなきゃいけないから、そう、そっか、うん、そう、じゃあその曲ですね、そうです、はい、少しでも多くの人に、うんうん、あの、なんかね、すげえピュアな思い出に立った
曲を聴いていただけたらなと思います。なるほど、楽しみですね、はい、じゃあ、 曲名を、はい、はい、お願いします。はい、では、聴いてください。ミツで思いを重ねて、どうぞ。ほどけてく笑顔で胸の奥がぎゅっと、苦しいのはなんでだろう。でも暖かくて明らんでく頬に愛しさは増して、声にならないよ今も、ただ見つめていた。飲みすぎたのかな。君はベランダで酔いさましてる。いたずらに僕をくすぐる仕草も無邪気さもより添って時間を通